はい、どうもジャッケンです。本日なんですけども、スニーカーレビューの動画になります。今回ね、レビューするスニーカーなんですけども、もうこれね、僕買ったの初めてのスニーカーです。なので、全くと言ってもいいほど知識とかは全然ないんですけども、マジででもこれ欲しかったスニーカーだったんですよ。スニーカー YouTuber のクック君とね、協力して買った一足なので、動画に残しておかないといけないというわけで、今回ね、撮影に行かせていただきますというわけで、早速ね、今回僕が買ったスニーカーをちょっと紹介させていただきます。はい、じゃーん、こちらのスニーカーボックス見てください。もう皆さん見たことあるかのようなね、こちらのカモ柄とね、見たことのあるかな、こちらのブランドとのコラボになります。今回僕が買ったねスニーカーはこちらになります。じゃーん、アメイシングエイプエイプスタージョンドコラボになります。はい、というわけでね、こちらなんて言えばいいの、これエイプスターで合ってますよね。こちらのモデルを今回購入させていただきました。まずね、ジョンド、皆さんね、ジョンドって知ってますか？もう僕もね、ニューヨークにいた頃にね、ケミンさんとかね、キコリ君とかね、もうニューヨーク在住の方がもう耳が痛くなるぐらい皆さんジョンド、ジョンド、ジョンド、ジョンドって言ったので、僕も覚えちゃいました。ジョンドというブランドがありましてですね、こちらなんですけども、カナダ出身の最注目クリエイター、ジャスティン・サンダースが手掛けるアパレル商品以外にもおしゃれなアイテムを取り扱うジョンド。というわけで、まあ、カニウエストかなんか関わりがあるのかな？カニウエストが指揮を取るクリエイティブ集団、ドンダ、ドンダドンダドンダの一員であるジャスティン・サンダースがデザインを手掛けるジョウンド。まあ、最近かなり流行ってますよね。特にジョウンドでもうめちゃめちゃバズったのがニューバランス。ブラックとかね、いろいろな色出してるんですけども、あの絶妙な色のニューバランスを、ね、結構コラボ出してまして、ニューヨークとかね、もうそのアメリカのニューバランスファン界隈を本当にもうテンションをね、もうぶち上げるかのごとくね、最近めちゃめちゃ注目されてるブランドになります。それとエイプがコラボしたっていう、もうえってそこはみたいな。ジョンドね、コラボ何してんのかな。僕ね、ほとんどジョンドもニューバランスってイメージが強いんですよね。なんかナイキとかコラボしてんのあんまり見ない。なんかリーボックとかバンズとか、あーこんなのコラボしてんやなみたいな、わかるんですけども、もう全然ナイキとかはコラボしてないんで、ナイキ好きな人からすると知名度とかはまあそんなに高くないのかなとは思います。これジョンドとナイキがコラボしたらもう多分やばいと思いますよね。なぜね、僕がね今さらになってこちらのベイプスター、もう僕バペスタって適当に呼んでるんですけども、なんでねこちらのねベイプスターを購入したかと言いますと、アメリカをね一周中にね、結構こちらのベイプスターいっぱい置いてあってですね、一足は欲しいなと思っていたんですよ。ただベイプスターって結構海外だと400ドルから500ドルぐらい、どんなモデルにでもプレネがついててなかなか買えねえなみたいな。これめちゃめちゃ怒られるかもしれないですけど、ポケモンっぽいじゃないですか。だってどっからどう見たってエアフォース1じゃないですか、肩がね。っていうのもあって、なかなかねこういったパチモン系を高い金額を出して買うってのにはめちゃめちゃ抵抗があったんですよ、正直で。今回ねジョンドとのコラボだし、まあ定価だったらちょっと欲しいかなぐらいな感じで応募したら、見事ね7番目に当たりまして、前の人がいなくなって3番目に並ぶことによって、まあ、購入できたというね、まあ、素晴らしかったんですけども、最近ねエイプなんですけども、ベイプスターコラボしているのはですね結構多いんですよ、コラボしているところが。最近で言うとこちらのソウルボックス、ソウルボックスとのコラボのベイプスターなんですよ。もう見てくださいこちら、もうこれ完全に上野なんですよ。ナイキエアフォースワンの木箱に入ってるもう上野なんですよ。完全にやってますやん、こんなん。こんなやってるモデルをちょっと欲しいなって思ってしまって、でなんかの機会で定価で買えねえかなと思って、まあ、当たったっていうね、個人的にはめちゃめちゃ嬉しかった一足ですね。クック君もね当たったんで、でなんか100番目ぐらいに当選したクック君の友人の方も無事買えたというわけだったんで、まあ、かなり数は多かったんじゃないかなと思います。ジョンド好きな人だったらまあ応募してるし、ジョンド好きな人だったら意外と当たってんなーみたいな印象でしたね。まあ、2万円出す割には結構しっかりと作り込まれているんですよね。ナイキのクオリティじゃなかなかこんなゲートはできねえんじゃねえって僕個人はマジでそう思いますっていうぐらい素晴らしいスニーカーだったんで、まあ、ぶっちゃけクック君から譲り受けた時とかにプレネとか見たら、まあ、そんなにプレネ上がってなくて、ああまあこんなもんやろなみたいな思ってたら、もう後からもうめちゃめちゃプレネボーンって上がっちゃったから、え、クック君これどうすんのみたいな、全然返すよみたいな、いやもうケンジさんもうもらっちゃってください、売るのとかそういうの知らんしめんどくさいんでみたいなこと言われちゃった
ったからもうもらっちゃったみたいな感じですよね。あの男やばいなと思います。このステッチとかね、細かい部分めちゃめちゃ見てほしいんですよ。というわけでね、豪華なね、こちらベイプスターぜひ見てください。こちらをどうぞ。はい、というわけでね、アメイシングエイプ、エイプスター、ジョーンロのコラボの方をね、開封していきたいなと思います。まずね、中身の方ね、こちらが入ってますね。だからよくわからない、猿の取扱説明書みたいな感じで後ろにバーっとこうやって書いてまして、スペシャリティの高いようなコースターにも使えるような説明書が入ってました。はい、そしてね、こちらシューズ入れあるあるですね。ちょっとお高いスニーカー、こういった感じのシューズをねしまうというか、なんかシューズを入れる袋がねついてまして、これもね原価が高い高級スニーカーあるあるですね。多分これ原価高いんじゃねえかなと思います。はい、そしてね、こちら紐も入ってますね。今回ね、こういった丸紐なんですよね。実は使われているのは全く同じ色なのかな、ちょっとわからないんですけども。はい、まずね箱、これねやっぱ高級感ありますよね。引き出しボックスタイプのシューズボックス、結構しっかり硬いですし、安っぽさが全くないと言っても過言ではないです。タグはこんな感じになってまして、24,000円。こちらにねなんかタグがついてますね。まあクックの方はなんかね、こっちかどっちかのねタグがなかったんですよね。まあだからシールが貼ってないからといって偽物というわけではなさそうですね。正規品で買ってもシールが足りてないってこともあるそうなので、まあ注意してみてください。開けていきたいと思います。オープン。はい、こちらになりますけども、やっぱシューレースの色はなんか若干違いますね。白とクリーム色ぐらいな違いですかね。こういった丸ひもナイキ SB みたいな感じで丸ひもが採用されているって感じですね。エイプスターをこんな細かく載せる YouTuber でなかなかいないと思うんで、記念にね載せていきたいなと思います。はい、というわけで数種の部分から見ていきましょうか。こちらね、ナイキのなんかよくあるこれウィンって翼みたいな なってるやつあるじゃないですか。それじゃなくて、こちらのエイプスターはもう最大の特徴である星が使われております。これ本当にブートスニーカー感満載ですよね。誰がどう見ても偽物やろって錯覚してしまう感じですよね。で左右こんな感じですね。底の部分、こちらの穴ね、通常のエアフォースワンと比べて多分ね穴でかいです。これでかい。キスナイキエアフォースワンハワイと比べてもちょっとでかいんですよね。ちょっとでかいどころか穴の数も1個少ないわ。穴の数が少ないからこの等間隔はちょっと少ないっすよね。こちらのアウトソールの部分、これももうナイキやろ。これはもうほぼナイキでしょ。ちなみにナイキはこんな感じです。これはまあもう類似してるよな。だって R って書いてあったり、ナイキのロゴの部分もこれベイプって書いてますし、かなり模倣されてると言ってもね過言ではないですよね。でエアフォースワンだったらこっちはエアって書いてあるんですけど、ここベイプって書いてますね。いやこれすごいっすよね。これ怒られないからね。本当にエアフォースワンよりも質はすごくいいんですよね。こちらのねシュータンなんですけども、ちゃんとしたレザー使われてるんですよ。しっかりとした、だから高級感がすごい出ます。このレザーで中のタグなんですけども、これもねおしゃれにねエイプ感のある、ちょっと見せたいんですけども、写真でパシャってこんな感じになっているんですよね。まあ安いスニーカーではないなって一発で思います。触ってて、あこれは原価ちょっと高めなスニーカーだなって思っちゃいますよね。一応でもメイドインチャイナなんですね、こちらのモデルは。で今回のモデルね、最大の特徴ね、ヒールの部分にジョンドと書いてありますね。まあほぼジョンド感ないですけどね。これすっげー地味なエイプスターやんみたいな。で中のインソールにもジョンドと書いてます。でここもね結構ねすごいんですよね。鉄のパーツがねこちらのシューレース通すところに使われてまして、若干特別感のあるなんかパワーアップされているようなねエアフォースワンですよね。シューレースの先っぽにもエイプスターのこちらの星のマークがね刻まれてたりとかもしてるので、もう本当に安くはないスニーカーだなっていう印象は一発で見て思います。エアフォースって原価めっちゃ安いって言われてるんですよ。本当に300円とか200円とかで作れるんじゃないかな。ただこれは多分大量生産もできないレールだと思うので、エアフォースワンの原価の多分10倍ぐらいはするんじゃないのかなって個人的には思います。
製造原価は分からないですけども、そんぐらい作りはマジでしっかりしているので、ベイプスター初めて手に取って思ったことはマジで丁寧な作りをしているなっていう感じですね。ステッチの方の崩れとかも一切ないですし、ここクオリティ低いなと思うとか一切ないので、ぜひね買ってみてください。はい、そんな感じになりますけど、皆さんどうですかこちらのモデル。プレネで買うのはちょっと微妙い。ジョンドネームが出てたとしても、まあ、3万とかだったらまあ買っていいわ。3万とかだったら全然買ってもいいんだけど、これね5万とか6万とか絶対に出せないかな。まあブートっぽいし、ちょっとね正直悔しいけども、ナイキエアフォースワインよりはかなり完成度の高いスニーカーだなって俺はマジでそう思います。最近ナイキクオリティという皮肉な言葉があるんですけども、ナイキクオリティを全く感じさせない上位互換のエアフォースワンをベイプさんが作っちゃったっていう、皮肉にも皮肉が込めすぎてて何とも言えないんですけども、初のベイプスターとしてはかなり100点、もう満足度100点な買い物ができたんじゃないかなと思います。今後もねいろいろ販売はされていくと思うんですよ。結構最近コラボもの多いんで、定価だったらいいと思うんで、ぜひ皆さん挑戦してみてくださいという感じで今回の動画終わりたいなと思います。この動画がいいなと思ったり参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じであります。じゃあねー、バイバイ。